ジョン・アダム・エックフェルトは、アメリカ合衆国造兵局初期の作業者を呼び、役人である。生涯をフィラデルフィアで暮らし、1814年から1839年まで、フィラデルフィア造兵所の第二大貨兵鋳造主任を務めた。エックフェルトの父は、大きなタンヤ工場を所有し、アメリカの貨兵鋳造に早くから関わっていた。アダム・エックフェルトは、 造幣所のための初期プレス機を製作し、その初期の方のいくつかを掘り、あ、1796年に造幣所の貨幣鋳造助手に指名され、1814年に前任者が死去したことで鋳造主任になった。エックフェルトは四半世紀を貨幣鋳造主任として使え、その間にフィラデルフィア鋳造所は新しい敷地に移った。近海としてもたらされた。 エックフェルトは1839年に引退した後も貨幣鋳造主任としての任務を実行し続けた。1852年に死んだ時にその後任であるフランクリン・ピールが助手を求めることになった。ジョン・アダム・エックフェルトは1769年6月15日にフィラデルフィアで生まれた。父はジョン・ジェイコブ・エックフェルトであり刃物と道具の大規模製造者だった。当時、 ドイツ人の子孫は、ジョンという名前が多かったが、通常はミドルネームに使われていた。父のエックフェルトと母のマリア・マグダリーナは1764年頃に、ドイツのバイエルンにあるニュルンベルクから移民してきていた。父はその大きなタンヤ工場で、連合規約に基づく1783年貨幣のための型を作った。フィラデルフィアの投資家、ロバート・モリスが、 その鋳造を承認していた。アダム・エックフェルトは、父の徒弟となり、鉄工や機械加工に熟達していった。最初の貨幣の検査、ジョンダンス・スモアが、エックフェルトは、青い服を着て、着席しているマーサ・ワシントンの右にいる、エックフェルトの子供時代、大西洋岸のイギリス領13植民地、現在のアメリカ合衆国が反乱を起こし、その独立を勝ち取った。 アメリカ合衆国憲法が批准された後、アメリカ合衆国議会と、新しく設立したアメリカ合衆国造幣局を、含め多くの政府機関をフィラデルフィアに置くようになった。エックフェルトは1792年に、この新しい造幣所に、最初のネジ式プレスを制作した。この同じ年に1792年造幣局法が、議会で成立して造幣局が承認され、 やはり同年に実験的なバーチセント表面の型を切った。エックフェルトは造幣局のために他の機械も製作し、初期化幣鋳造の監督に貢献した。エックフェルトが1792年に製作したネジ式プレス機、壁面にはダンスモアの描いた絵が見られる1792年、造幣局はエックフェルトから3つの測りを取得した。 エックフェルトはその旋番も造幣局に対応した。エックフェルトはアメリカ合衆国で最初の公式貨幣とも考えられる1792年、ハーフダイムが打たれた型を作らせたと考えられており、1829年に造幣局を訪れた者がエックフェルトにあって、その後にエックフェルトのことをそれに使われた最初の型を作ったアーティストと呼んでいた。 その他後に証拠となる文書がこの貨幣鋳造におけるエックフェルトの役割を残しており、1863年に行われた競売では、エックフェルトがその仕事を示すために与えたと考えられるハーフダイムが売りに出された。エックフェルトはジョージ・ワシントンが贈り物に使うために要請した時に、ハーフダイムを売ったという伝説の情報源とされている。 エックフェルトは1792年7月13日に、ネジ式プレスを使って約1500個のハーフダイムを打った。初代フィラデルフィア造幣所はこの時まだ建設中であり、これらの貨幣は、フィラデルフィア市六番通りとチェリー通りの角、ノコギリ製作者、ジョン・ハーパーの地下室で生産された。ワシントンは、その年後半に議会に対する一般教書演説で、 造兵局の建物を建設中であることに触れ、ハーフダイムの鋳造が小さいながら始まっている。消火兵を流通させたいという需要があり、それに対する最初の注目を集めていると語っていた。1792年ハーフダイムの表面、エックフェルトは、パターンダイムも制作したが、それからはほとんど打たれていない。造兵局の最初の一銭と貨幣がかなり荒削りで、あり。 大衆に揶揄された時、エックフェルトが呼ばれて、大体のデザインをすることになった。エックフェルトは、裏面の最初の鎖のデザインの代わりに花輪を置き、表面の自由の女神の頭の下には、蜜葉模様を置いた。同年後半には、最初のハンセントの方も制作した。エックフェルトは、フィラデルフィア造幣所のために、完結的に働き続けた。1793年、 高価ジータを自動的に型のカラーに送り込み、撃たれた貨幣を外す装置を作った。造幣所の記録では1795年7月に、そこで出来高払いの仕事をしたことになっている。1795年10月までに、型鋳造者かつ、千番工として、年俸500ドルで造幣所の従業員名簿に載っている。1796年1月1日、造幣局支配人。 エリアス・ブーディノットがワシントン大統領の同意を得て、エックフェルトを貨幣駐造者助手に指名した。その職位での任務は広範なものだった。1805年、ブーディノットの要請により、エックフェルトは造幣所の作業場に隣接する家に県を借り、その内部通路を一般人が通れないように遮断させることで安全保障の障害を除去した。翌年、新しい造幣局支配人、 ロバート・パターソンがエックフェルトの給与の200ドル増加を時の大統領トーマス・ジェファーソンに手紙で要請した。曰くエックフェルトは貨幣中造部門全体の管理を行っていると記していた。使われている型が脆くて簡単に壊れることが分かった時、型の表面に水をスプレーさせて鉄が均等に二部されるというアイデアを思いついた。発明家のジョージ・スコルセラーズは 子供の時にエックフェルトを知った。セラーズの父は、造幣局に機械を売る会社の共同経営者だったので、エックフェルトがセラーズの家で食事をすることも多かった。19世紀の終盤となり、セラーズの生涯も終わり近くなって、初代フィラデルフィア造幣所に関する記憶を、含めその回想記を出版した。1812年に窓から覗いて貨幣が鋳造されるのを見ており、 その日の終わりにエックフェルトが部屋に入ってきて、作業を終わらせたことを改装していた。エックフェルトは、少年のセラーズを認めて、部屋に入らせ、1セントの高ジ事板をプレス機に置かせ、彼のために、それを打たせた。それが熱かったので、セラーズは思わず、落としそうになった。エックフェルトは、プレス機に置かれた時は冷たかったことを思い出させた。 エックフェルトはなぜ貨幣が熱くなったかを学ぶまで持って、おかせ、その後に、それでキャンディーを買わせた。エックフェルトの引退メダルの銀による、レプリカ、モリッツ、フュアースト制作初代貨幣中蔵主任ヘンリー・ボイットが1814年に死んだ時、エックフェルトは、ジェームズ・マディソン大統領からその公認に指名された。その後の四半世紀にわたってその職を続けることになった。 その任にある間、フィラデルフィア造幣所の機械の改良を続けた。エックフェルトは新しい型と磨いた、貨幣ジータを使い特別の注意を払って売った、マスターコインを取っておいた。また近海として造幣局に送られてくる興味ある、外国の貨幣も取っておいた。これらの貨幣は、造幣局のキャビネットすなわち貨幣コレクションになった。このコレクションの隙間を埋めるために、 古い型を使って前の時代の貨幣を打った。この目的でエックフェルトが選んだ型は流通用貨幣を打った型と共に使われていないことを専門家が発見し特徴ある標本となった。造幣局のために収集された貨幣の中には今日6枚しかその存在が分かっていないブラッシャーダブロン金貨ンもある。エックフェルトは資材を使って手に入れた貨幣を造幣局に入れることも多かった。 このコレクションは最終的にスミソニアン博物館の全米貨幣コレクションになった。1828年、エックフェルトはフィラデルフィア造幣所での操作を拡張するために再度不動産取引に関わった。1805年に借りた土地の一つを1000ドルで購入した。1830年代に造幣所が新しい敷地に移動した後、 エックフェルトは購入した敷地がその権利関係に問題があることが分かった。エックフェルトはその問題を明らかにして、1837年には購入した時と同じ額で売却した。新しい造兵所の建物は、ジュニパー通りとチェスナット通りの角にあり、ジュニパー通りとワイン通りに面した、エックフェルトの家からはわずか6ブロックしか離れていなかった。セラーズは、その改装機で、 エックフェルトのことを断固とした高潔さの人、注意深く、慎重で秩序正しく、嫌なことも受け入れる人であり、殺走としていたり、出しゃばったり、独創性のある機械屋の一人ではなかった。その配慮の下で、多くの明らかに小さな改良が次第に採用されて、労働の経済では積もり積もって大きなものになっていた。彼は発明の才能では決して不十分なわけでは、 なかったと語っていた。それでも1820年代後半から1830年代に入り、造幣局の任務では、エックフェルトが年取ってきたので、仲間の造幣局役人、業界生連社のフランクリン・ピールから提案される改革を採用するのを躊躇するようになった。ピールは、エックフェルト同様機械好きであり、鋳造機械の改造のために多くの提案をしており、 そのいくらかは、エックフェルトも採用した。エックフェルトはセラーズに、ピール氏がフルスイングしたら、あらゆるものを上下逆にすることだろうと語っていた。セラーズによれば、エックフェルト氏が常に世話していたほとんど障害のペットを諦めるのは当然ながら難しい。別の部署から来たらなおさら難しいが、改良はゆっくりと入り込んで、その効率性を証明して、 エックフェルト氏が信頼を置くようになった。作業用型の複製を作るために、コンタミン副斜線板を使うことで生まれる労力の節約については本当に熱心になっていたことを覚えているとしていた。1839年にエックフェルトに贈呈された、実際の金メダル1833年、ピールがヨーロッパの造兵局視察に派遣され、新しい機械の革新について、 アイデアを持って帰国してきた。その中には1810年からイギリスの王立造幣局で使われていたボールトンワットの会社から購入した機械の蒸気機関の導入もあった。エックフェルトは既存の貨幣プレス機に蒸気の力を応用することを好んだが、新しいプレス機が蒸気力のために作られ、1836年初期にフィラデルフィア造幣所で最初に 蒸気で撃たれたものが記念のメダルになった。1839年、エックフェルトは、貨幣中蔵主任として25年間、造幣局職員として40年間以上勤めて引退した。造幣局の仲間の役人が金メダルを贈呈し、合わせて銀と銅の複製も撃たれた。その表面は、造幣局のために仕事をすることもあった。 フィラデルフィアのホリシ・モリッツ・フュアーストがデザインした。理面はフュアーストかピールのどちらかのデザインと考えられる。エックフェルトは自分の公認にピールを推薦し、ピールがマーティン・バン・ビューレン大統領から指名された。それでも、エックフェルトは貨幣鋳造主任としての仕事を続け、それは1852年2月6日の死の数日前まで続いた。 エックフェルトの主語ピールは、貨幣学歴史家ドン卓成によれば、取り乱した手紙を、新しい造幣局支配人ジョージ・エヌ・エッカートに送り、緊急に助手を必要としていることを述べた。ピールは私的な利益のために、自由になった時間を使って、メダルをデザインし売っていた。エックフェルト引退メダルの理念エックフェルトは二度、結婚した。1972年に最初に結婚した。 マリア・ハーンとの短い生活では子供が生まれなかった。マリアは病死した。二回目の結婚はマーガレッタ・バウチュとであり、六人の子供が生まれた。その子供の中で娘のスザンナは、造兵局の貨幣コレクションでは最初の専門職員となったウィリアム・ユーイング・デュー・ボイスと結婚した。息子の一人、ジェイコブ・リース・エックフェルトは、 アメリカ合衆国造兵局の資金者を40年間、務めた。ジェイコブの息子のジェイコブ・ブランチ・エックフェルトは1865年から1929年までの64年間を造兵局で務め、祖父や父の勤務期間を超えた。アダム・エックフェルトは、園芸の趣味があり、ペンシルベニア州、アッパーダービーに、田園の資産を持っていた。その死後は二人の息子に引き継がれた。 エックフェルトは、善意消防団の初代団長となり、成人になってからのほとんどの機関を務めた。消防車に使われるレバー機構の設計をしたことも、あった。フリーメイソンでは1795年から1806年まで、コンコーディア支部第67の会員であり、1803年には支部長を務めた。フィラデルフィア美術館には、エックフェルトの名前があり、 フリーメイソンのシンボルでもある中国政治機が残っている。1897年に出版されたエックフェルトの伝記には次のような記述がある。彼は多くの主題に、貨幣鋳造工程にいくつか優れた改良を加えることができた。人へに勤勉で、精力的であり、社交的特性や、まっすぐさ誰からも尊敬され、彼と交流のあった役人や広がった知人の輪から、 実際に愛された。エックフェルトの引退に際して送られた手紙の署名ページ、支配人のパターソン、公認のピール、息子のジェイコブ・エックフェルト、クリスチャン・ゴブレヒトの署名のほか、造幣局の役人や職員の署名もある。ありがとうございます。